メールを読むのも書くのも送るのも驚くほどシンプルになる。それが iPad 2のメールです。大きなマルチタッチディスプレイはあなたの使い方に合わせてメールをいつでも最適な形で表示します。メールをタップして始めましょう。 iPad を横向きにすると受信ボックスが左側に表示され、ボックスの中のメッセージを素早く確認できます。統合された受信ボックスで全てのアカウントのメールをまとめてみるのが簡単です。メッセージにタッチすると内容が右に。メールのスレッドは見やすく整理されているので必要なメッセージがすぐに見つかります。 iPad を縦にするとメッセージが画面全体に広がります。テキストはくっきりと読みやすく、写真や添付ファイルはメッセージと一緒に見やすく表示されます。写真を保存したいときは指先で長押しすると iPad の写真アプリケーションに追加できます。ここに触れると受信ボックスが表示され、他のメッセージを見ることができます。 PDF や Microsoft Office 文書などの添付ファイルはタップで、ファイルが開きフルスクリーンで表示されます。 PDF をタップして長押しすれば iBooks で開いたり保存して後で読むこともできます。受信ボックスを整理するのもこれまでになく簡単です。別のフォルダに移動したいメールや削除したいメールを選択すると右側のスタックに移ります。あとはタップして移動もしくは削除するだけです。メッセージを探し出すのもあっという間です。検索する文字を入力すると同時に一致するメッセージの一覧が表示されます。そのままサーバーに保存されているすべてのメッセージを検索することもできます。メールに返信したり新しいメールを作成するときは大きなオンスクリーンキーボードが自動的に表示されます。ノートブックのキーボードとほぼ同じサイズなので快適です。さらにあなたが入力した文字を分析し入力候補も表示します。英文ではスペルミスも修正します。必要な時にすぐに表示されるキーボードで文字入力が一段と簡単にとてもスピーディーになります。スマートな iPad のメールは名前、電話番号、住所などメッセージに含まれる特定の情報も認識します。タップして長押しし連絡先に追加したり、ここをタップしてマップを開き正確な場所を調べることもできます。 iPad にはエアプリントが内蔵されているので対応するプリンタでメールを簡単にワイヤレス印刷することもできます。ここをタップしてプリンタを選びましょう。 iPad のメールはほとんどの一般的なメールサービスのほか、エンタープライズメールサーバーにも対応しています。設定もとても簡単です。これまでにない方法で E メールを読む、操作する、それが iPad 2のメールです。